何度も何度も。そして俺ももう少しで超えられそうな気がするんだ。限界ってやつを。この子化け始めたか。止めの剣がいちいち飛ばされる。間一髪防いだが、リンク様、お乗りかけ、死ね。早く馬に乗れ、下がるぞ。待て、もう少しでリンクを。いや、もはや奴を撃つ時間はない。それに残念だったな。あとはお前ら全員を切り刻むだけだ。脱出体系、身体もついてこい。無駄だと言うとろうが、ここから脱出などできる。ホースマン、退路を確保しましたぞ。何？おい、逃がすな！リンコ。追撃隊を送りましたゆえ、敵陣に戻る前には必ず。それよりも傷のお手当てを。本陣の乱れもありますし、一度下がって仕切り直しをなさるのがよろしいかと。それには及ばない。敵の急襲はもうないだろうし、今度はこっちが攻める番だよ。秦国軍の陣形もだいぶ乱れている。徹底的に底をついて、こちらの倍の損失を与えてやろう。はっ。剣をやられたらしい。指が動かない。深く傷か。僕としたことが油断、少々高をくくっていたか。いや、それだけじゃない。さっきの飛信隊信は本当に強かった。左手の借りは必ず返す。本番は明日だよ。